でも、ジェイグリーン集合じゃなかった。違うっす。ここなん？今日ここです。一旦ここ来て、みたいな言うてて。お前もう、なんなんそれ、毎回毎回。何もう。梅梅チャンネル。今回は。梅ちゃんと一緒に学ぼう。知ると好きになる特徴的な J リーガー。いやったー、来ました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 。一番好きなやつや。これなんでこんなにええことしてるのに伸びないの。まあまあ伸びんでもええな、これはな。見た人が知ってくれて、楽しくね、サッカーを見れたらいいよね。はい、今回もやっていきたいと思うんですけど、はいはいはい、まあ、前回に引き続き、うんうんうん、まあ、五輪ですね。あーね、もう察してるっすか。あえ、もうここであえても久保くんちゃん。いや、だからみんな知ってるか。 J リーガーじゃないです。あ、そうか。今回はヒント教えて。梅谷さん全然当てれてないんで、うん、ポジションいます。おお、ゴールキーパー、オリバーカーン。ダメとこシータ。日本人じゃないです。ブッフォン。チフチフ。いや、いや、懐かしいとこ言います。チャルチャルス。ジーだ。おう、誰ゴールキーパー日本って言ったら、大迫。違います。今回は谷康生選手。谷康生選手、いえ、谷康生です。あ、最近も出てるよね。はいはい、全試合。あ、全部か。はい。ゴールキーパーがほんまにごめん、ちょっと俺全然ええやわ。情報がほんま少ないね、ゴールキーパーは。梅梅チャンネル。じゃあまず、ケリーから。うん、お願いします。2000年生まれなんで、うん、まだ20歳っす。俺な、7個下か。小学生の時のチームが、うん、TSK 仙北サッカークラブ。TSK 仙北？めちゃくちゃ地元やで、俺。めちゃくちゃ地元、ええー、そうなんですよ。堺子なん、この人って。堺子なん。堺子体操歌い、踊れるやん。そんなんあるんすか。あるよ。堺もんは堺子体操やねんから。え、どこなんやろ。小学校、中学校、どこなんやろ。谷康生さんが卒業された小学校は、どこ？堺一律、原山大師。原山なん。そんな、めっちゃ驚くべきことは。いやいや、俺はもうめちゃめちゃ驚いてるわ。中学校も世界一律原山大中学校。すげえ、優勝。頑張ってください。終わりですよね。いや、違います。ああ、全然。めっちゃ地元近いわ、隣やわ。ほんまっすか。うん、マジ歩いて行ける距離。あ、まあ、中学時代ははいはいはい、ガンバ大阪ジュニアユースに行き、高校時代はガンバ大阪ユースに昇格します。ほうほうほう。2016年4月の高校1年生でトップチームに2種登録されます。うわ、早っ。めっちゃ早いな、すごいな。2017年3月ガンバ大阪のアンダー23として J3 ガイナーレ鳥取戦で J リーグ初出場です。高2やろ。はいや、16歳3ヶ月で出場で、歴代2位ですね、その出場記録が。え、1位誰？久保建英。ああ、まあ、え、じゃあ待って、久保くんがすごすぎて消えてたってこと？そんなすごいのに。あ、そう、 J3 で久保建英選手は15歳5ヶ月で、うん、それに続いて谷選手は16歳3ヶ月なんで歴代2位だ。はい、いや、俺そんな地元にそんなヒーローおったんや、すげえ。めちゃくちゃ応援するわ、もう。ガンバ大阪に加入するわけです。うん、昇格も登録されな。で、ガンバ大阪では元日本代表の東口選手。うわ、ほんまや。うわー、激しいな。でもいいとこ行ったんだ、逆に。東口選手の、まあ、高い壁にやっぱぶち当たる。ぶち当たるな。そのそうや、そうや、そうや、そらそうや。分かってたと思う、行くときに。だってもうおるやん。もうそれ行くことだけですごいと思うで、もう。だってゴールキーパーでも争いがもう2人3人とかやん。ガンバの中でやったらまあそれぐらいやん。東口選手おるとこに行くわけやろ。めちゃめちゃかっこいいやん、その時点で。東口選手がやっぱトップチームでずっとやるので、J3 に所属するガンバ大阪アンダー23が谷選手の主戦場やったんですよ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。ここですよ。どうなって、どうなったんそれ。ガンバ大阪アンダー23の森下監督に指摘された課題がある。あーら、またや、課題クリア系や。 RPG 谷。森下監督がこう自分のプレーに納得がいかないと苛立ったりとか、そういうところをちょっと森下監督に指摘されたわけです。はいはいはい。で、なんでこう苛立ってしまうのかというと、うん、アンダー23のチームっていうのは、うん、半分以上がユースの選手だったりするんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、そういう環境で練習をしていたりする環境やな。
そうそう、そこでやっぱフレックスされていたら今の自分はなかったです。あ、森下監督が支えてくれたアンダー23のスタッフには本当に感謝してます。あー、まだ出ました。もう俺分かってきたわ。全選手がなんでこんな感謝してんの。今まで取り上げた選手全員なんかに感謝してるやろ。やっぱ監督とかライバルとかやね。今回監督バターやね。監督もええことかけてんねん。いい監督がおるチームはいいチームです。いい選手が育ちます。ただそれだけです。あ、谷選手すごいのが、これ調べてて分かったんですけど、もう年代別の代表ほぼ入ってます。え、アンダー15から経歴見てたら15、16、17、18、19、20、21、22。え、ちょっと待って、ってことは絶対今後やん。今来てます。今来て、そうやんな。だから今実際キーパーやもんな。代表の試合忘れてさ。五輪代表のゴールキーパーは大迫選手、谷選手、鈴木選手、もう3人で今谷選手が出てるってことやな。はい、ちょっといいとこつくっすね。僕がなんか話したいことなんか、あー、そんま、はい、あー、もうそんなに、そんなにガンバ大阪で J1 での経験を詰めていなかったんですね、谷選手は。そうやな、そうやな。オリンピック代表選考会っつってね、の活動とかに全て招集されたものの、一度もピッチに立つことができなかった。へー、その、まあ、言い方、その、悪く、言い方せんでいいんやけど、言い方悪くすると、まあ、保険みたいな感じだったってことやろ。そういうことですね。ほうほうほう。で、ゴールキーパーはやっぱり経験を要するポジションっていうイメージがやっぱり、サッカー界であるじゃないですか。あるある。やっぱ20代で、前半で、その各チームの正ゴールキーパーの座をつかむことは、やっぱり容易ではないじゃないですか。なるほどね。確かに。一番先に定位置をつかんだのが、大迫選手。ほうほうほう。広島でレギュラーの座を掴んだ大迫選手が同世代の中で一番早く J1 でのプレーの経験を積むんです。はい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 。やっぱ五輪代表でもチームでもポジションがっちり掴んで、大会始まる前は正ゴールキーパーです。そうやった、俺もそう見てたわ。2020年の1月の時点では、よほどのことがない限り、そうやな、本大会でゴールを守るのは大迫選手だろうと。俺も思うんだよ。最近出だしてからそうなったもんな。なんや俺。でもよほどのことが起きたんですよ。なーにそれ。あ、コロナね。コロナの影響で東京五輪の1年延期が決まりました。はいはいはい。そこで谷選手、ガンバでは東口さんと同じ土俵にすら乗れていなかったので、純粋に競争を求めていました。うわー、かっこいいな。 J1 の舞台で自分のプレーを発揮する、1年間で見違える成長すると目標を持って湘南ベルマーレにお世話になることに決めました。うわー、うわー、すごいわ。見て、鳥肌、ほら行ったんや、修行行ったんや。湘南ベルマーレで正ゴールキーパーの座を掴む。掴んだね、いいね。 J1 での戦いの中で見違えるほどの成長を遂げた谷を代表スタッフが見逃すわけはない。ないな、谷くん近いと、近いです、近いから。何度も何度も世代別に呼ばれながらも45分しか出てなかったんです。6度呼ばれてるんですよ、活動45分しか出てない。ベルバーレで活躍してやっと2021年3月、アルゼンチン戦に初スタメンです。これは俺も嬉しい。後輩は思ってるから、もうすごい多分湘南ベルマーレ頑張ってその耐えてたね、絶対。かなりだって代表も何回も代表アンダーの代表もいっぱい呼ばれてやったで、ね、ほんでガンバも、東口上下から、その3の方行って、まだ経験が浅いとか思われつつ頑張って、じゃあ1年変化したろうっつってベルマーレさんに取ってもらって修行して帰ってきて、それでもまだ出られなかったやろ、アルゼンチンまで。でアルゼンチンでやっと出れて、はい、ほんで今代表で出てるわけですから。 そのアルゼンチン戦のチャンスを谷はしっかり掴んだと書いてます。それどんなんやろ、アルゼンチン、見よう、アルゼンチン戦この活躍プリを。もう今後絶対谷選手やん。まあまあ、これでも他のライバルとかもいますからね。まだ次はやっぱ谷選手を抜こうとする選手が出てくるわけですから。なるほどなるほど。だから谷選手が今絶対すごい上手いってなってるのに負けずに今後もやっぱ守っていってほしいね、日本のゴールを。いやー、谷選手お前嬉しいわ。これもう地元が近いことが本当に嬉しい。谷選手、梅梅チャンネル。次の五輪準々決勝ね、フランス勝った後に撮ってますからね。フランスに勝った後に撮ってますから、準々決勝、谷選手活躍を期待しておりますよ。準々決勝相手決まってます。お、決まる。そう、ニュージーランド、谷選手ニュージーランド戦絶対に頑張って。これでも流れる頃にはもうあれか、出てるか、ね、決まってるか。ちょっとごめん、あれしていい、フォローしていい、お願いします。これおいおいおい、谷選手、谷選手地元近っ。あった、
地元地下はみんなおるな。フォローしました。フォロー返してください。ちょっとあれですわ、谷選手の家行ってくるわ。え、いいやろ、近いんやから。よく、いいやろ、家入ってきますね、谷選手。